はい、皆さんこんにちは、ドライブの三宅です。はい、いつもドライブチャンネルご視聴誠にありがとうございます。ありがとうございます。なんでそんなにだらしながらにひひいてもーってやらしい感じやな。はい、楽しくいきましょう。そうですね、はい、ということで、まあ、今週の Vlog を始めていきたいと思います。はい、はい、で週末か。はい、週末ね、うん、はい、大ポリにオートポリスにリベンジに行ってまいりました。はい、はい、どうでしたか。良かったです。シャイコーやったんですか。シャイコーは叫んでますが、はいはい、あのボンネットが開いたりとかですね、はい、エンジンボタンはなくですね、はいはい、まあ、最終は、まあ、もうこれ見られてる頃にはその前に上げてる動画なので、あの、うん、まあ、見られてる方ご視聴者さんはもうあの知ってると思うんですけれども、はいはい、まあまあ、まずは走行会ね、うん、ニュールさん家の走行会で2本、はい、でその前に1本というところで、うん、まあ、ベストラップはこの1本目で出してるんですけれども、はい、ニュールさん家は1本、2本目走行前に、うん、あのローターがお亡くなりになられたので、うん、やっぱり何かあるんですねいやでもそれも、はい、それもですよ、うん、1本目アタックの最後ぐらいに、はい、なんかちょっとブレーキおかしいなと思ってたんですよ、はい、まあ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 、でもまあおかしくもないし、まあまあ、でニュールさんちの1本目走った時も、うんうん、3周目ぐらいからだからなんかちょっとブレーキに違和感を感じたんですよ、うん、まあまあでもまあ聞かんこともないからまあいいかで走ったんですけど、うんうんうん、でちょうどその1本目終わって帰ってきて、うん、まあ降りて、うん、森下さんとこう話をしてる時にですね、うんうん、横でバキーンっていう音がしたわけですよ。バキーンってすごい音が。あ、走ってる最中とかじゃなく終わった後に。終わった後、うん、そう、だいたい帰ってくると、はい、まあ、最近で言ったらよく耳にする音ですよ、うん、チンチンに熱を持ったブレーキローターが冷めることによって、うん、伸びた鉄がこう金属が戻ろうとするときにパキッっていう音がするわけですよ、うん、チンチンとかパキッとかって、はい、あれのでっかいバージョン、バキーンつったんですよ。バキーンっつって、うんうん、で森下さんの2人で、え、何今の音ってなってローターいったとかっつって見てたんやけど、はい、まあ、ここにキャリパーあるじゃないですか、こうキャリパーがね、うんうんうん、この周りしかまあ止まってたら見えないでしょ、はい、ここは見る限りどうもないんですよ、はい、まあ、この中でなかなか俺が割れてたもん。ちょうど隠れてたんです、ね、うん、その時は分からなかったんだよね、はい、うん、何かなあの音なんつって嫌なことしたよねっていう話してて、で2本目さあ行きましょうって出た時に、はい、森下さんがパッと見て笑顔で、はい、笑顔でこんなんするわけですよ。え、何と思って、だいたい想像がつきました。今そうです、大丈夫、あのスマイルで、マサルスマイルで、はい、セクシーリームではないんですよ。あ、なるほど、マサルがあのやらしい顔で見たいってしながらこの人セクシーレーザービームで割られたわけでもないんですね。いや、多分ね、あれセクシービームでやられたので、やられてますね、絶対で、ね、ということで走れなかったわけですけど、まあ命未来もしたんで、ね、なるほど、そういうストーリーがあったんですよ。さすが森下マサル、よく気づいたねというね、はい、何かと気づきますね、すっかりそのことを忘れてましたからね、はい、その時は、はい、まあ、ということでね、うん、まあ、森下さんのおかげで終始、まあまあ、まあ、僕もお客さんも含めてね、そうですね、楽しくね、はい、サーキット遊びができたよということで、うん、まあ、全員ね、あの楽しんだプラス、うん、まあ、次の課題ができたと。そうですね、まあ、これはこれでいいことですね、はいはい、ということで、うん、その中ででもですね、はい、その大ポリが結局、話戻すと、うん、大ポリ1回目行った時、1回目行ってハマって、はい、でその2ヶ月後にあれ確かゴールデンウィークやったね、あれ、うん、ゴールデンウィークに行って、うん、エンジンボカンして、うん、ね、そこから1年間かけて、ね、クランクシャフトを加工したクランクシャフト S55 のクランクシャフトを移植して、はい、NS55.5 っていうエンジンを作り上げて、うん、ね、でちょうどブローしてから1年ぶりか1年後にオートポリスに行きました、うん、ね、タービンボカンで走れませんでした、うん、はい、ね、はい、その後あれやこれやあれやこれやして、うん、まあ、夏場ね、10周5カ国の練習走行走り切って、ああもう大丈夫だねと、うん、臨んだ9月初旬のレース、はい、これは3周、うん、ね、はい、予選0周、はい、決勝3周、はい、ね、謎のエラーで、はい、ね、エンジン止められるというね、うん、症状が出て、はい、まあ、結局よく分かんないけれども、
とりあえず、ね、ありとあらゆるその圧力漏れっていうエラーが出てたので、はい、ね、圧力に関係するガスケットっていうのも関係なく全部、全部新品に変えて、もうこれでダメならもう諦める、で臨んだオートポリスだったんです、はいはい、だからオートポリスには僕は、1,2,3,4 今回で5回目かぐらいになるんですかね、5回目か、はい、5回目なんですけれども、まともに走れたのは1回、一番最初、ね、はい、その次の、エンジンが変わっ、エンジンが変わってからは行った、あ、この間行ったな、7月行ったな、うん、7月行って、1本は走れたんですよ、うん、であの時はエンジントラブルっていうのはなかったんだけど、まあ、やたら車が遅いっていうのと、はい、あ、ちょっとあの足回り関係のトラブルで、まあ、2本目が走れなかったかな、で臨んだ今回っていうことですね、はい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 、ということで、まあ、ああいう、まあ、ちょっといい結果ですけど、まあ、悔しい、悔しいのは悔しいんですけどね、はい、もう少しいけたと思うんですけれども、はい、それはまあまた次回ということで、まあ、そこでですね今回、そのオートポリスにあたって、まあ、こんな棒を作っていいからもう販売中止やって前々回ぐらいの多分動画で喋ってたと思うんですけど、売る気になってきたんですか。めちゃくちゃいいよこれめちゃいいよ。おっと、売る気になってきた。ん、いや売らないですけど、めちゃくちゃいいです。売らないですか。売らないです、売らないです。ちなみに、ちなみに今在庫は 6セットしかないです、はい、売らないですけど6セットしかないです、はいはい、めちゃくちゃいいよ今までね、どっちやっていうところがバーンといけるんですよ、一発で。うい、迷子にならないんですね。ならない、はい、もうならない。もうね、水を失った魚のように、はい、はい、じゃない、そっち突っ込めや今自分めっちゃ美味しかったんで、でもなんかカヨットは普通にはいとか言ったけどよご注文お待ちしてますって感じだね。あ、そうですか、はい、はい、ということで今日も九州から島流しにされてきた M4 がちょうどそこにあったんで、はい、ちょうどいいやと思って、さっきよりエアロを装着したんです、はい、こっちのテープ吊り上げの径ですかっこ、こっちの方が分かりやすいね、やっぱり。お、動画のやつはあれじゃん、リフトに上がってたから分かりにくい。まあそうですね、こう着地して車庫端になった車につけるとこんな感じです。どうですか、クソかっこいいじゃないかこれ。ヤバタンですね。もうヤバタニ、ヤバタニ、ヤバタンですね、ヤバタニ、いいですね。あ、これね、ちょっとこれ取れんのちゃうの、分かる、ここの形状。ちょっと待ちよ、これ分からんか。ああ、なんていうんですかね、下がお椀型になってるっていうタイプ。ああ、そうね、そうね、まあ、はい、ちょっとそれ分かりにくいからちょっと後で外してそれは説明しよっか、まあまあこう横からとかこうどんな感じかをちょっとお伝えできたらなと思うんですよね、ちょっと今前からぐるっと回ったんで、今度斜め後ろぐらいから、はい、ちょっとここがツラですね。ちょっと社長邪魔、ここがツラ、ここがツラ、ここから始まりますよっていうの、はい、ほいほいほい、うんうん、なるほど、でこうね、まあいいぐらいですよ、うんうん、ちょうどね、フロスマンのデューヒュー、フロントデューフューザーぐらいかな、デズラとしては、デズラとしてはそんな感じかな、うんうんうん、まあ、ちなみに、はい、まあ、これはフィッティング用なんで、うん、FRP で作ってます。これから穴開けたりどうしたり、うん、ね、はい、フィッティング用なので、うん、でこのチャンバーはこれカーボンになります。あ、そうなんですね、はいはい、じゃあそんな M4 にさ、こんなんあかんやん。いや、ハケン、なんかシルビア、シルビアじゃない、なんでこんなん作るようんやろかって、ひそかに。シルビアやったらこれでいいけど、よかった、安心しました。カーボンで出来上がってくる、 M4 にそんなもんあかんっていう感じね、はい、で、どういうやつになってるかっていうと、これ脱着も簡単なんですよ、これほら、なかなか両面テープあれやね強かったり、思ったよりパリッと外れるかと思ったら外れんかったわ、はあ、はい、裏もこういう形になってます、二重構造でね、ちゃんと、危ない、スカになってる、はい、だこの横の形状、これね、これ前ですね、これつるっとなってるし、こうつるっとなってるの分かりますか、はい、ここまっすぐで、ここつるっとこう、丸くなってるでしょう、はい、はい、これによってですね、
風がこう当たりますよね、はいはい、ここでスプリットさせられるんですけど、うん、ここは速いんですよ、うんうん、ここ遅くなるんですよ、この分だけ。これによってダウンフォースが得られるような構造になってます、はいはい、上からの風と下からの風が変わるってことですね。いや、正面にここに当たると単純に二分割されるでしょ、二分割される上側と下側と、うんうん、はい、飛行機の羽はこうなってます。はい、はい、ここの速さと、うん、あれでこう浮力が生まれるわけですね。飛行機はこうです、はい、それをひっくり返るとどうなりますか、うん、こうなりますね。ほう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 、こうなりますね。ほう、こうなるっていうことは、うん、ちゃんと地面に張り付くわけです。さっきからリップくるくる回せる、速度を上げれば上げるほどこう下がっていくわけですね。はい、はい、でしかもですね、うん、いろんなリップでこうここが薄いやつとかあるじゃないですか。あ、はい、はい、ごすい薄いで乗り方が、乗り味がすごく変わるんですよ。お、うん、見た目だけじゃないんですね、うん、だからこう横から狙ってもらうと、うん、例えばこれが走行静止状態するでしょ、うんうん、こう下がってくるわけじゃないですか、うん、こう下がるわけでしょ、うん、ね、加速していくと極端な思考になりますよね、うん、減速だとこうなりますよね、うん、そうすると風の受け方変わりますよね、うん、変わりますよね。変わりますよ。加速だったらこうでしょ、はい、こうでしょ、うんうん、これが言ったら厚みがなかったら、うん、スプリットさせられたところで負圧とかは発生しないから、うん、なかなかこう、こう下がる方には行きにくいですよね。行きにくいのと、うんうん、例えばブレーキング時でこうなるとか、うん、ね、うん、ギュッと前に行きますね。コーナリングって言ったらこうなりますね、極端な話、うん、こういう感じがなりますよね、うんうん、そうすると風の受け方が変わってくるので、うん、その風によっての勝手に姿勢変化が起きちゃうわけですよ。うん、だごつくてここを丸くすることによって、うん、姿勢、その風の当たり方によって勝手に風に、うん、空気に姿勢変化を起こさせにくいような、うん、あの形状と形状でこういう形になったんですよ、うんうん、そこを追い求めていくとね、うん、まあ、ただこれが正解かどうかは俺は知らんけど、まあ、見分け調べによるとそうじゃないかなと、ないかなと、うん、はい、じゃあまあやってみようかと、うんうんうん、ね、やってみようと。あれなんですね、全体がこう丸んじゃなくて、うん、この端の方は変わってくるんです、平らなんですね、はいはい、ここら辺がこうね、そう徐々に来て、ちょっと こっちここが一番きついね、この辺が、はい、そこはだから姿勢変化の影響を受けにくいのと、うん、リップをするときってこういうシチュエーションですよね、うん、そうですね、ここが角張ってたらどうなりますか、引っかかりますよね、はい、引っかかって燃えていきますよね、うん、でも丸かったら当たったとしても、うん、こういうふうに力で逃げますよね。ね、しただけで済むってことです。そうだから吸ってもやっぱりリップつけたらかっこいいけど、うん、みんな吸って割るっていうのは、うん、恐怖になるわけです。ありますね、割れにくい、うん、割れないわけじゃないですけど割れにくい、はい、見分け調べによると、はい、はい、見分け調べはでも、うん、あんまり当てにしないでください、ね、はい、見分け調べです、はい、まあね、下側だとね見えないんで、はい、そう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 、でこれまだ穴開けも何もしてないので、うん、まあ、これから、肩ですからね、そうバンパーを下ろして、うん、穴開けをしていって位置決めをしていくんですけれども、はい、まああれですよ。何ですか、まあ、そこはちょっとできてから言おうかな。まだ秘密、これ以上は言わんとこは、まだ秘密、うん、こんなのがついてくるエアロって普通ないからね、はい、うん、俺はいろん僕は目的には今までさまざまなね、うん、いろんなエアロを取り扱ってきて、うん、はい、そこまでやってるメーカーって、うん、まあ、ないに等しい、ないに等しい、うん、なんでこういうことしないのかなって不思議に思ってたの、うん、こんだけのことやのになって、うんうん、もうあれでしょ、最近ないものは作ってしまい、ね、ないものじゃなくて、はい、あのね、物の製品の上代、うん、要は価格ね、定価とパフォーマンスが合ってないんですよ、うんうん、あ、なるほど、合ってないんですよ、うんうん、でそういうことをいろんな売れてるメーカーさんたちと話をしても、うんうんうん、やってくれないんですよ、うんうん、やっぱコストの面とかね、うんうん、まあまあその利益の問題とかもあるんで、いろいろな要素があるんで、うん、まあ、やってくれないんです、リクエストは出してるんですけど、うんうん、やってくれないんだったらもうしょうがないじゃないですか、うんうん、宮城がやるしか、やればいいんですよやればいいんですよ、はい、で、はい、今もスーパー円安でしょ、うん、基本的にはドライブ自体はいろんな世界中にいろんな、うん、あの外注先の工場を持ってます、うんうん、だから安い国でこれを作ることは可能なんですけど、うん、基本的には、うん、海外の支払いってドル建てのパターンが多いです、うん、はい、うん、そうすると今
100円、100円、日本円の100円は、うん、アメドルに換算すると50円しか価値がないわけですよ、うんねうん、極端な話ね、うんうん、そうすると安い国で作ったとて、はい、何もメリットはないんですよ、はい、安い国で作ってしまうと、うん円安の影響を受けて、うん、すぐに価格の変動って言います、うんあのうん、逐一やっていかないといけないんです、うん面倒くさくてやってられないですよ、うんね、もちろん輸送コストもかかりますし、ね、そうだから、はい、これは完全メイドインジャパンです、うん、っていうかメイドイン四国です、はい、僕は四国から出ません、はいはい、もう日本的にはメイドインみかんの国っていうのに一番こだわってるんですけど、はい、完全日本製っていうのは、うんまあ、ただない場合は、はい、四国内四国内までは足を伸ばしましょう、はいこの四国内の職人さんはもう十何年の付き合いなんですけど、かたくなに僕、うちの仕事をしてくれんかったんですよ。2年間口説き続けたんですよ。もうそろそろやってや、はい、職人と。職人と。もうそろそろやってや、うん、納期とか値段も言わんから。はい、値段は後で言うけどな、うん、あえて。まあ、たまに言わんでーって。はいうんまあ、やっと、もう思い越しをね、上げて、僕の熱意伝わって、やっとやってくれたわけです。はい、まあ、それがこれ一つ目なんですけれども。うんうん、っていうところでね。はいまあ、今以前までのエアロもね、肩だけはそこでやってたんですけど、うん、本ちゃんまでっていうのはちょっと違う工場でやってたんで、うんうんはいまあ、それがね一本化できたというところで、はいまあ、これは多分安定した価格で、提供できるんじゃないかなと思ってます、はい、ということであれですよ FK の M3、うん、M4 の FK ですね FK です、はい、M3、M4 のオーナーさんは、うん、でエアロをね、うん、検討されてる方は、うんもうしばしお待ちください、はい、もうしばしです、はいはい、200的には明日から販売したいですけれども、はい、頑固職人なかなか仕事してくれません、はいはい、でケツを叩きすぎると職人さんは理想を曲げるんで、うんはい、あまりそういうことは言いません、はいはい、気長に待ってくれる方気長にって言っても1年も2年もかからないので、はいね、数ヶ月なんでねもうちょっとですよねもうちょっとなんですよです、まあ、本当は、ね、アタックシーズンなので、うん、僕的には月初にはこれをリリースさせたかったんですけれども、うんうん、ちょっとそれが間に合わなかったので、うんまあ、なんとかギリギリ年内には出したいなとは思ってるんですけどね、うんまあ、そういったところで、はい、もうしばしで完成までもうしばしくお待ちください、はいはい、ということで、はい、ということで全然なんかなかなかなってこれ、うん、これだけの V で終わってしまうんじゃないかぐらい僕喋りましたそうですね Vlog スタートって言うたはずなんですけどねVlog 長くなるね、はいうん、もうこれだけで終わってしまうんですね終わってしまいそうですねまあこれだけの V にしてもいいですね、はい、まあそれはそれでいいんじゃないですか、はいはい、ということで引き続きよろしくお願いしますはいお願いします敏感な人はすぐつけに来ます敏感な人は何をつけるの棒やねん棒よ廃盤になったの売らないんじゃなかったですか廃盤になったけれど、うん、廃盤になったとしても、うん、現品が何個かあるわけやんか、はい、までは売っていただけるんですかはいあそうですよ先着順ですねえ先着順、はい、いや、そんなことないですバンバン買いましょうバンバンね、はい、バンバンアルミのピッカーアルミのピッカーピカのやつですよ、はいねまあ、今作業してるからちょうどまあこれは M4 なんだけど要はこれ純正のねサブフレーム、まあ、ここにモノコックの鉄のフレームがあって、はい、そこにこのアルミのメンバーがボスと乗ってますよね、はい、でそれのこことここを橋渡しをしてあげるとだから要はこいつを、はいもう一方生やして、うん、綺麗な三角にしたいですね考え方はそれなんですよなるほど、はい、ここで切れちゃってるので、うん、そうすることによって、こうねじれてるのをちょっと抑えることができる、うん、よりですね床にカルグリップを有効に使えるようにしましょうと、うんまあ、要はダンパーに仕事をさせましょうと、うんちゃんと動かしましょうとシャカがシャキッとしたのに始まります、はい、その糸も簡単にねそして低価格、はいはい、商品名は何でしょうか
今から考えます、はいはい、正解、知らないが正解なんですね。違いますよ、ありますよ、はい、あるんですか。フレックスアンダーブレスです。なるほど。うちのヒット商品で、ドゼンゲーム流、ね、変な名前ついてますかね、うねうねくんとか。まともにつけてますよ。はい、で固めすぎない、基本的に、うん、でも緩めすぎない、はい、ある程度フレックス性を持たせる、はい、要はフレックスをコントロールさせるんです、うん、はい、これはもうあれですね、スノーボードで培ったノウハウですね。全く関係ないですけど。いや、一緒なんです、一緒なんです、あるんですよ、はい、あれもタービンを使うんで、ちょっと今日腰悪いんで、ちょっと体で表現できないですけど。危ないです。そこから来てるんですね、フレックスはね、はい、上を作ったんで下もいるでしょっていうことでね、うん、作ったわけです。そうですね、はい、はい、本当はね、からここをつなぐのがめちゃくちゃいいんですけど、うん、はい、めちゃくちゃいいんですよ、もう、はい、いいんやけど、つけるとこはないよね。一回もそういうことです。一回俺と車投げてこう無理やり止めたけど、はい、うん、めっちゃ良かったけど、うん、これ一般の人には無理かなっていうことで、そうですね、うん、ちょっとそれはね、製品化にまでは行ってないですけど、うん、はい、まあ、どうしてもやってくれっていう人がね、はい、いれば、まあ、やってもいいかなというところですけどもね、はい、はい、というところで、まあ、取り付いたかな、はい、こっちこっちこっち、あ、まだですけどね、はい、こういう形がちょっとね、はい、下からこうレーザーロゴも見えますか。かっこいいですね。逆です。かっこいいです。何が逆なんですか。G が前からでした。G 前、そうですね、はい、そうですね、はい、悲しいかな、取り付けて蓋をすると全く見えません。はい、はい、やったという満足感。そうですね、そうですね、はい。まあでもこれは効くんでね、はい、まあ効くし、そんな高いパーツではないんで、うん、まあ、DIY でやってもいいでしょうし、はい、はい、まあ、聞いていただいてもよろしいし、はい、っていうところです。はい、そういうことですね、はい、はい、まあ、数に限りがございませんので、はい、ございませんので、ただ今即納できるのはあと2つしかないです。はい、はい、ないんで、そこは急ぎの方は先着、急ぎの方は先着です、はい、そうです、そうです。お待ちいただける方はどしどし、そうですね、はい、まあ、12月にね、また、うん、オートポリス行く人なんかは入れとった方がいいでしょうね、はい、あるとないではね、また走りが一つ変わりますからね、はい、はい、ぜひ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 よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、ということで、どういうことですか。マサルの逆襲のマサルですよ、これ SSSS、 うん、マサルさんすみません、今月払えません。まだ来るんでしょ。もう払えません、無理です。ヤギを雇っときましょう。ヤギ、お、ヤギみたいなホイール来とるで、これ。これあれや、鈴木のホイールやな、これな、はい、うん、面白いものが入ってるんですが、またそれはまた後日というところで、はい、今日はですよ、今日は滑りっこクラブを修理してますよ、うん、はい、滑りっこクラブ、まあ相変わらずいろんなものをばらしていきます。はいはいはい、大変です。でですよ、まあ前回まあ上からスコープ突っ込んで、うん、まあ大丈夫っぽいけどちょっと怪しいよねというところで、まあその後ちょっと圧縮を測って、はい、まあ圧縮あったんで、うん、まあまあ使えるんじゃないかということで、まあばらしたわけなんですが、と、はい、いうところです、うん、はい。でですね、今現状は TDC 出したところね、うん、ね、上して出したところで、これから SST をかけてバルブタイミングというものを、うん、違うわ、そこまで行ってないわ、まだ行ってない、まだハブも抜いてないからね。騙されるところですか。そうそうそう、はい、まあこの時点で、はい、これ分かりますか。ここありますよね、このポッチね、
はい、このポッチが、うん、この穴にはまるんですね、うんうんうん、こうガチャンと、はい、ね、ということはですよ、見てください、この位置ですよね、うん、ね、右側のインテーク側のカムのポッチはこの位置ですよ、はい、はい、のけます、ここにいますね、明日の方向にいます、明後日もいれますね、はい、はい、で、こっちのエキゾースト側は、うん、ここにないといかん、ポッチ側ね、うん、ここにいますね、やっぱり違う方向向いてます、お前滑りすぎやろって感じなんや、もう芸人失格ですね、でさてさて彼を戻すのに、はい、さあ困ったなと、うん、困ったなと、でなぜ困るかというと、はい、こんだけ釣れまくっているとですね、うん、で元に戻すのに、うん、カムをばらさないといけないんです、うん、ね、できればばらしたくないですめんどくさいんでこのものが、はい、まあそれはハイカムやったりね、やっぱ散々やってきてるので、うん、別にできるんですけど、うん、はい、できれば極力やりたい、うんクール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 でいけばいいんですけどね、はい、うん、ということで仕方ないでバラしましょう、結果論そうしないと、方法がない、方法がないんで、はい、方法がないんで、はいはい、追加にはなりますけれども、はい、方法がないんで、ということはあそこのシールも追加せないかんってことか、うん、うん、困りましたね、困りました、困りましたね、まあまあでもね、うん、きっちり直してあげないといけないので、はい、困りましたね、はい、もう一台います、この子同じ症状の M4 が、うんうん、まあ滑るんでですね、はい、このロキと乗ってる人はさっさとやった方がいいです、はい、さっさと乗った方がいいです、はい、本当ね、はいはい、ということで頑張っていきましょう、はい、はい、オーナーさんもうしばしお待ちくださいね、復活しますからね、はい、はい、お願いします、はい、どうも、スタートなんで停止しとんですか、寒い、始めてください、あっち影、あっち影、寒い、あーなるほど、俺入ったら遭難する、遠隔から要は遠くからお送りしますか、遠くからお送りですか寒い、いや大丈夫、帰っていい、ダメ、後で北海道あげるから、ちょ、こたつとかこうつけてくれて、こういいですね、こういうできるやつにしてくれはいはい、働け言うんで働きますよ、はい、働きましょうってことで、うん、まあ続きですわ、続きですわ、はい、チェーントナーショナルテンショナーも外されて、うん、ハブも外されて、あ、昨日ちょっとねバタバタしててちょっと抑えれなかったんですけど、はい、うん、まあカムをバラして組み直して、はい、まあ、正常な位置に戻してというところで、まあ絶賛大分解中ですよというところです。これが問題の人ですね。問題の人ですね。問題の人ですね。問題の人ですよ。はい、滑っちゃってるんですよ。でね、今回ね、うん、まあ純正こうなってるわけです。このね、うん、くる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 。本来この人とこの人が一緒だったら、うん、まあこういう悲惨なことにならないんですけど、うん、全部3ピース構造になってるんですよね。こっちチェーン側、こっちオイルポンプ側、うん、バラバラになるんですよ。バラバラにならない。バラバラにならない方がいいですね、はい、バラバラになるから滑るんですよ、はい、なので、うん、まあ、こちらの対策に変えましょうと、うん、はい、この人はもうこれ一体型なんで、はい、一生ずれませんね、うん、その子が破壊しない限りは大丈夫、話したくはないですよ話してくれない、この人離れ離れになる人よ、はい、話したくはない人、はいはい、で、だいたいね、うん、今までのパターンでいくと、はい、あれなわけですよ。どれなんですか、うん、深くは言いません、うん、答えは言いません。で、今回はちょっと違った原因があったんですね。
ちょっと今までと違う、ちょっと違うんですよ。まあ滑ってるのは間違いないんだけど、滑る要因となった原因って必ずあるんですよね、うん、まあそれはやっぱりね、日本で一番このエンジンをばらして、うん、まあ、これを今まで修理してきてるので、うん、まあ言ったらノウハウが違うわけですよ。まあいろいろ検証してきてるんでね、まあそこで見ていくと、ちょっと違うパターンですね。あ、うん、こういうきっかけもあるのねと、うんうん、じゃあそこに関しては言わないけどそこに関しては言わない、うんうん、じゃあ言ってしまうとね、うん、もう大体ね、うちの Vlog ほとんど業者さんなんですよ、見てるのが、はい、でうちが見たもの全部そのまんまやってもないのに、うん、でやからなんとかやからっていう人多いんですよ、うんうん、アホかって感じなんでざけんなよって話なんですよ、はい、うん、まあ、だから言わない、もう言わないことにしたもん、はい、うんうん、言わないもん秘密主義宮城で行くんですね秘密主義じゃないね、俺言いたい人よそれはええわ、それはええわ、それはええわ、いらんこと言うだから忘れたやないこの肝心のこと言いたかったのに何を言おうとしたんやったっけ、俺何を言おうとしたんやったっけ、思い出してください。ええ何やったっけ、思い出せんが、思い出せんじゃないか、思い出せんじゃないか、思い出せんやん、困ったわね俺、困った、え何やったっけ、何やったっけえ何が言いたかったの俺、まあ思い出せん、まあええわ、うん、まあ一体化することによってね、うん、まあ、滑らないと、うん、で、まあ純正はね、うん、踏むん非常に楽ちんなんですよ、うん、これもスポット刺さってくる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 回るんでね、この人はスポット刺さらないんで、うん、めんどくさいですよ、うん、でも滑らないんですよ、うん、一生ね、うん、一生滑らない、うん、滑らない。で、まあ細かいこれの構造はもう言わなくてもみんな見てるからもういいか、はい、うん、ということです、はいどういうことですか、だいぶなんかはしょられましたねだいぶはしょられましたね、うん、ただね、まあ、今回はちょっと滑り方のその、トリガーが今までとは違うよと、うんうん、まあ、こういうパターンもあるんやねというところで、うん、まあ、それは勉強になりましたというところで、はい、エンジンって BMW のエンジンって不思議ちゃんですね、うん、こんなこともあるのね、こんなので動くのねとか ね、 そうですね、これで大丈夫なのねってそうね謎多きエンジンです、うんうんはい、やればやるほど謎です、はいはい、っていうところで、まあ、オーナーさんね、バッチリバッチリ直しますんで、はい、ね、もうしばしお待ちくださいというところで、はい、はい、よろしくお願いします、はい、なんで静かにしとかないと危ないでしょ、それはいいですわ、閉まってきた、閉まってきた、閉まってきた、寒い時はいかんのよ、閉めるのしんどいんよ、そうなんですか、乗りんから、この角度なんかいい感じにこう閉まってる感が分かります、閉まってる感出てる、うん、これ閉まらない、だん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 閉まらない、うん、痛いです。これね、なんかところどころ動画なんだけど、うん、写真のようにあまり動いてませんでした。動きません。はい。まだまだです。
これも開けない、まあ、これ真下、真下ブレブレブレたり、まあ、そっち、まだ半分、まだ半分、まだ45度、今日もかっこいい特殊工具ですか。え、かっこいい特殊工具ですよ。かっこいい、うん、メタル感半端ない。いきます、はい、2つ、うん、意外とかかってるの。彼の音は息止めなくてよかったですね。もうあなたの音なんでしょう、あの人間のシーンでこういう時止めてしまうんです。ここに来る、ここにお釣りの筋肉ですね、うん、全然ですそんくらい変よね。ねじれるだけよ。折れそうです、スナップのこの太い。もうそれはこらえてください。気持ち悪い、ね、決まってはおりますが全然です。まだまだですか。まだまだだと思いますよ。あと15度ぐらい、うん、この15度が過酷なんです。だんだん過酷になっていきます。何回やってもたか15度、されど15度です、ね、はい、食悪いです。せーの、もう一回、よいしょ、少しボルトが伸び出しましたね。おお、もうちょっとですね。もうちょっとだけど、この1回2回で折れたら最悪。決まったことは。うん。はいです。いきますよ。はい。すごい。オッケー。どうでしょう。もうちょっとです。もうちょっとなんですね。あと、うん、2度、2度、もうちょいか、あとちょっとか、もうちょっと、あと9ぐらい、9、でもそんな軽くないんですよ。締めの方は大変ですよ、うん、もう一回、よっしゃ、来ましたか。ワンポイントで言うと600ニュートンを超えてからが地獄です。はい。SST 今回も大活躍です。はい、長いですよ。水道パイプがいいからね。はい、水道パイプですね。水道パイプがいいよ。はい、はい、これで滑らないハブに生まれ変わったんで、はい、死ぬほど始まってください。はい、せっかくで言うと使った距離があれやね、見てもわからんか。
まあ綺麗、綺麗です、うん、そうですね、はい、綺麗です、うん、下も上も綺麗です、うん、エンジンは無事そうなので、はい、ビンビンに生まれ変わると思いますよ、はい、本当奇跡ですよ、うん、ね、よかったよかった、はい、これ興奮されたフリーですね、はい、チェーンです、はい、はい、死ぬほどあります。うちには交換された、はい、コレクションです。はい、はい、頑張りましょう、はい。